ってくるかもしれない。はい、こんにちは。こんにちは。キューティー5です。久しぶりかな。はい、ついにお盆前。お盆前かな。はい、で、あこちゃんももう夏休み入った。イエーイ、はい。入りました。はい、今日も土曜日。はい、一応練習はできました。はい、来週がお盆ですね。はい、お盆です。で、なんかお盆はね、まあ普通ならまあちょっとお盆休みに入ったり、いろいろするんですけど、なんか今回の盆はまたね、なんかこう、帰省しないでとかね。いろいろあって、逆に言うとみんな地元にいるというみんなお家にいるみたいな、はい、だからまあ普通にだから開けようかなとは、まあ、いつも開いてるんですけどね、うんうん、で今まではその帰省する人のために開けてたような状態もあるんですけど、はい、あの今度はあのどこにも行けない人用に開けようかなという感じ でもちろん宇佐もね、普通に行こうかなと思ってます今の感じでは。はい、なんか今日雨がすごいですね。突然降り出しましたね。かなりすごい激しい。雷が落ちるかもしれないですけど、大丈夫か？大丈夫か？はい、まあ、ちょっと今帰るのは危険な雨が、うん、かなり激しいです。多分もうちょっとしたらね。はい。はい。はるむくんも今日はね、大活躍でした。ありがとうございます。はい、夏休み入って、はい。なんかテストの成績も良かったみたいなんで。素晴らしい。ね、ただなんか唯一も字が汚いと言われたみたいなんで、まあ、丁寧にね、焦らずに字を書いてください、まあ、自分の名前ぐらいは読めないと困るという、はい、こんな感じかな。で、まあ、宇佐の方もなんか続々というかね、新しい子たちが、まあ、写真を見てもらうと分かるように来てくれました、うん、で体験が来て入ってくれて、なんかお父さんもとかね、なんかそういうのもあるし、流れが、はい、流れもあって、今日もね、一人来てくれて、本当は兄弟で来る予定だったけどね、一人寝坊しちゃったんで、はい、だけど今度また来週でもね、はい、来てくれると嬉しいですね。はい、ちょっと新しいニューキャラみんな濃いんですよみんな濃いね、はい、だけどまあなんか充実はね、まあ、何でも受け入れてくれるので、誰でも受け入れてくれるので、はい、ぜひぜひ、まあ今のうちにちょっとなんかな、こうなんかの己に勝つじゃないけど、まあ頑張ってほしいなと思います、はい、もうとりあえず体力つけてフィジカルを上げましょうっていう感じかな。まああと年齢も関係ないよね、4歳からね、そうですね、80歳でも70歳でもね、本人のやる気と気力 で、はい、であと宇佐は結構女の子、女子率も高いよね、ね、うん、だからそういうのも考えると、また、うん、まあ、今から夏になってね、また暑くなっていくと思いますけど、はい、頑張って燃焼しましょう。はい頑張んないと、はい、じゃあ、あ、まあ、あと、まあまあ、全然時間ある、ね、なんかありますか、なんか真帆先生。いよいよなんかとりあえず夏休み入ったんで、お家にね、うん、いる方はぜひ遊びに来てください。ご一報いただければ できる限りご対応しますんで、はい、空手、充実だけじゃなくて空手もやってるので、うん、はい、宇佐で、大分県宇佐市四日市でやってますので、はい、なんかやっとここ、パラ宇佐の今まで前に空いてたテナントが入る、なんか何か入るという噂もありますので、はい、もしかしたらね、なんかつながるお店が入ってくれるかもしれませんので。そう、今ね、宇佐市の小学生が結構パラパラ今来てくれてるんで、そうです、やっと地元の子たちが増え始めましたね。ちょうどちょっとずつ違う小学校の子たちが学年もバラバラに結構入ってきてくれてるんで、あ、いい、ぜひ今からいいかもしれないですね。ぜひ今まで結構宇佐にでやってるけど、1個だけとか、そう、味むとか全然違うところが、まあ、嬉しいんですけどせっかく宇佐でしてるんで、宇佐のお子さんたちとかね、お母さんと興味あったら、そうするとどんどん広がっていくかもしれませんね、うん、兄弟でも OK です、はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか？大丈夫です。いいですよ、放送中に会話してもらっても、はい、じゃあこう夏休みを有意義に過ごしましょうな、ね、はい、はるむくんも、ね、有意義に過ごして、はい、まだまだ強くなりましょう、はい、はい、じゃあそういうことで今日はちょっと早いけど、はい、はい、じゃあさよなら、さよなら。